リンゴミュージックの豪華ユニットライスボール、青森のお米応援隊ライスボールがご飯が美味しいお店を紹介します。ライスボールの米ロード。こんにちは、ライスボールのアクアです。お米を作るのに必要な水が私の名前の由来になっています。今日は五所川原市にやってきました。行ってきます。見つけました。ご飯屋ソアン食堂さんです。今回はどんな美味しいご飯に出会えるのか、早速行ってきます。お邪魔します。店内は小上がり席もあり、家族連れにも喜ばれています。ソアン食堂っていうのはどういうお店なんですか？はい、学生さんから気軽に入れる食堂です。はい、安くてボリュームがあると評判のお店です。おすすめのメニューとかはありますか？まあ、いろいろメニューあるんですけども、やっぱりトルコライスですかね。トルコライス、はい、これがトルコライスです。一つのプレートにナポリタンとピラフと、あとカツにカレーをかけて、大人でも楽しめるような一皿になってます。実はこのトルコライスは長崎県のご当地グルメなんです。トルコ料理のピラウに似せて作ったのが発祥と言われています。ボリューム満点ですよね。どうしてトルコライスを作ろうと思ったんですか？はい、この食堂のメニューを考案してる最中に、青森県ではまだ珍しいじゃないかなっていう意見があって、まあ、じゃあやってみようっていうことになって始めました。トルコライスの美味しさの秘密を見せてもらいました。もうやっぱり色綺麗ですね。白米綺麗ですね。白いですね。ツヤがあるように思います。何でお水入れたんですか？炒めてると水分が取られるので、補った感じです。なるほど、はい、丁寧に炒めるからこその美味しさなんです。美味しそう。うわ、ご飯がもちもちしてますね。そうですね、やっぱり新米なんで、もちもち感が違いますよね。うん、おいしい。このソースがね、カレーになってて、なんかいろんな味を楽しめてすごく楽しいです。どういった方もやっぱり多く頼まれるんですか？意外とこのボリュームなんですけど、女性の方が多いです。はい、見た目もすごい可愛らしいというか綺麗ですもんね。ソアン食堂さんに向けて私が作った曲をプレゼントします。モリ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 トルコ。サラダにスパゲッティ、とんかつもカレー、でした。